どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケットモンスター、ソードシールド、そして、冠の出現やってますか？ついにね、配信開始されて、早速やってるわけなんですけども、今回は、冠の出現のダイマックスアドベンチャーについての、新情報をね、皆さんに伝えていきたいと思います。はい、ということでね、ダイマックスアドベンチャーって言っても何回かね、ずっとリーク情報の時から話してきたわけなんですけど、ダイマックスアドベンチャーではね、伝説のポケモンたちがバージョンごとに違うんですけど、全種類出て、でそれをね捕まえることができるという、すごいねやばいアドベンチャーなんですけども、そこでね、さすがに伝説捕まえられるわけだから色違いは出ないだろうと言われてたんですよ。ブロックルーチンって言うんですかね。さすがに色違いは作れないかって話だったんですけど、実際配信されてみて、なんと早速ね、スイ君の色違いやライコーの色違いゲットしてる人がいるみたいです。ということで、ダイマックスアドベンチャーの伝説のポケモンはなんとブロックルーチンがかけられてないということで、普通に色粘りがねすることができます。なので皆さん、色違いの伝説のポケモン欲しい方はぜひ色粘りやってみてください。そしてもう一つね、ダイマックスアドベンチャーの仕様についてなんですけども、ダイマックスアドベンチャーでは通常ね、レイドだと出てくるとき、ポケモンがね出てくるときにこう光ってるエフェクトが出て、それで色違いかどうかわかるんですけど、今回のダイマックスアドベンチャーではなんと終わるまで色違いかわからないということです。で、色違いなのは伝説だけではなく、普通に道中で捕まえるポケモンたちも色違いが出てくるので、ポケモンね捕まえておくと、色違いのポケモン偶然捕まって、後でねサプライズ的なね、うおーってなるかもしれません。ちょっと日本語おかしいですね。ということでね、ダイマックスアドベンチャーでは色違いがゲットできるという新情報でした。もう一つ、新情報というか、多分後々普通になっていくと思うんですけど、コスモックとベベノムがプレゼントでもらえるみたいです。なのでね、進めていくうちに、コスモック、ベベノムもらえて、しかもソルガレオ、ルナーラをどっちか持ってない人は作れるよみたいな感じです。すごいですね、いいですね。いや、今回の冠の雪原めちゃめちゃ熱いですね。内容がね、詰まりに詰まりすぎてる。ということで、皆さん、今解析案の方が解析してる途中なので、また新しい未解禁の情報が出たら、皆さんにお伝えしていきたいと思います。よかったらね、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。